早速ですが、今回は海上自衛隊に原子力潜水艦は必要かを詳しく見ていきますね。通常動力型潜水艦建造能力は世界屈指とされています。日本には原子力潜水艦は必要じゃないように感じますが、オーストラリアの原子力潜水艦導入で世界が一変するのが見えてきました。オーストラリアは通常動力型でさえ建造できませんから、原潜リースでいいのではないかな。2021年9月、オーストラリアは、イギリスとアメリカの国名の頭文字を冠した新たな安全保障枠組み、オーカスを通じて、原子力潜水艦を導入することを決めました。米国のバイデン大統領は、オーカスは、インド太平洋地域の安定と安全を維持することを目的とするが、中国に対抗するためのパートナーシップである。そして、その核心は、米英両国から、オーストラリアへの原子力潜水艦8隻の建造技術供与である、と述べています。オーストラリアは、世界で、7番目の原潜保有国となるでしょう。オーストラリアのダットン国防相は、フランスとのディーゼル潜水艦輸入契約を破棄してまで、オーストラリアでの国産化前に、米英からの、購入やリースをする可能性を示唆しました。日本と同じく、海に囲まれたオーストラリアでは、以前から、原潜の取得を求める世論が強く、速度と航続距離において、圧倒的に優れる、原子力潜水艦を取得することは、戦略的意義あります。2022年10月22日、日本とオーストラリア連邦の両首相は、新たなに、事後、不安全保障協力共同宣言に署名しました。この宣言の防衛面を抽出要約すると、以下のように書かれています。より洗練された共同訓練、多国間演習、整備を含む施設の相互利用、武器等防護、人的連携、及び交流を通じて、自衛隊とオーストラリア国防軍との、実際的な協力を拡大、進化させ、相互運用性をさらに強化する。日豪の主権、及び地域の安全保障上の利益に影響を及ぼし得る緊急事態に関して、相互に協議し、対応措置を検討する。両国の二国間パートナーシップまた、両国それぞれの米国との同盟関係を強化する。米国との三国間協力の深化は、我々の戦略上の連携、政策調整、相互運用性、及び共同能力を強化するために不可欠である。これは、日本がオーストリアに対して約束したことです。相互運用性インテロパラビリツとは軍が、他の軍にサービスを提供し、他の軍からのサービスを受け入れ、交換されたサービスを利用して、効果的に共同行動が取れるようにする能力のことです。アルバニージー豪首相は、日豪関係は、アンザス条約の一歩手前まで来ていると評価しました。アンザス条約は、相互の防衛義務を定めた、米、豪、ニュージーランドによる安全保障条約です。緊急事態における対応措置を取るためには、共同訓練を行い、有事においては、兵器や弾薬を融通し合うことまで想定していなければなりません。米国との三国間協力において、協力相手の二カ国が原潜で行動しているときに、通常型潜水艦では足手まといになるでしょう。日本周辺では、中国、ロシア、インドが原潜を保有し、オーストラリア、韓国が原潜のリースもしくは国産化保有を検討しています。この流れに日本が取り残されたら、滅亡というここに書けないことが起こります。日本を取り巻く
中国、ロシア、北朝鮮における軍事力整備の方向、台湾情勢、南北朝鮮情勢、そして北方領土情勢を観察すると、現在の日本の防衛力では不安です。出雲の空母化、12隻を整備する計画の哨戒艦、新たに導入される陸自の中型級船舶 LSV 及び小型級船舶 LCU など海中からの援護を要する艦艇は増加しています。以下詳しく説明します。潜水艦の任務、アメリカ海軍の任務は戦争に勝ち、侵略を阻止し、海洋の自由を維持できる戦闘即応態勢にある海軍力を維持し、訓練し、装備することです。日本の海上自衛隊の任務も変わるはずがありません。潜水艦に限って話を進めますが、海上自衛隊はこの任務を遂行するに、十分に潜水艦を保有しているでしょうか。もちろん、質と量においてです。潜水艦の任務は、1、対潜船、2、対水上艦船、3、巡航ミサイルと特殊作戦部隊による沿岸への戦力の投射、4、情報、監視、偵察任務、5、空母打撃群支援、6、機雷戦、7、潜水艦発射弾道ミサイルによる核弾頭の投射、戦略的核抑止等とされています。日本の潜水艦にとって、非核三原則の点から、7の核弾頭の投射、戦略核抑止は該当しないでしょうが、F-35B の離れ着艦ができる、ヘリコプター搭載護衛艦、出雲、や、加賀、などに対する5、空母打撃群支援は、潜水艦の重要任務です。加賀、の最大速度は、30ノットとされています。太平洋型の水中速度は約20ノットとされており、継続的支援はできないでしょう。水上艦の戦闘速度と航続距離を海中で追随しつつ援護するためには、原子力機関がなければできません。通常型潜水艦が交代で援護を行ったとしても限界があります。潜水艦の援護がない水上艦隊は、必要な行動が取れないでしょう。通常型潜水艦22隻体制では、敵潜水艦の餌食になってしまう艦艇が出てしまいます。また、艦艇のみならず、商船の援護も当然必要です。この場合、海域援護になるでしょう。すると、さらに隻数が必要です。現在の通常型潜水艦の能力では、水上艦の速度と航続距離に追随できないため、援護を続けることができません。潜水艦が守るべき海域の広さ比盆は海洋に囲まれています。日本の領海43万平方キロ足す排他的経済水域足す延長大陸棚、大東島と小笠原群島の間の200海里外で、排他的経済水域に囲まれた部分の面積は465万平方キロです。この面積は、国土面積38万平方キロの約12倍と大きく、世界第6位です。通常型と原潜の能力差、平時における、監視偵察任務遂行中は、評価基準が静粛性でしょう。日本の太平洋型が世界最高の通常型潜水艦であることは否定しません。しかし、世界最高のは、平時での尺度においてです。兵器の選択は、戦時を基準になされなければなりません。自衛隊の装備品も、戦時を基準に整備してもらいたいのです。戦時の評価基準は、衝撃力つまり兵器搭載能力と航続性、速度です。この点で、日本の世界最高の通常型潜水艦、太平洋型は、
源泉の足元にも及びません。タイゲイ型全長84メートルですが、ロシア海軍の源泉、ベルゴロドは全長184メートルで、米海軍オハイオ級の171メートルを抜きました。ベルゴロドは、タイゲイ型との全長差100メートル分を、兵器と人員収容能力に当てられますから、兵器搭載能力は、押して知るべしです。源泉の航続性について言えば、動力燃料は半永久です。源泉も、弾薬補給と生鮮食料は補給が必要でしょうが、都市単位で水中に常在することができると言われています。野菜の栽培までできているかもしれません。また水中速度も重要です。タイゲイ型が約20ノットでも、源泉は約30ノット出ると言われています。源泉は、タイゲイ型が逃げても追いつきます。タイゲイ型は、源泉の追跡から逃げ切ることは、できないでしょう。源泉は、身を潜めている、タイゲイ型の上部水中で、長時間居座ります。タイゲイ型は、どうしても電力が枯渇しますから、シュノーケル発電が、必要になります。上部水中には、敵源泉がいるので、浮上できません。図をご覧ください。敵源泉に向けた魚雷が爆発すると、爆発によって生成されたガスが、球状のバブル、泡を形成します。バブルは、ごく、短時間に、膨張と収縮を繰り返し、ガスが排除した海水は、ガスがあった空間に押し寄せます。この海水は、周辺の水圧を受けて、上部に向かうバブルジヘトを形成します。バブルジヘトが敵艦を突き上げて、ダメージを与えます。魚雷の爆発の衝撃波は、時間にもダメージを与えるでしょう。この場合、魚雷発射は、時間と同じです。我慢比べをしたら、通常型潜水艦は、電力が枯渇して、源泉に負けてしまいます。タイゲイ型の上部水中に敵源泉がいれば、タイゲイ型は身動きできなくて、助けが来るまで動けないのです。最悪の場合は、ここにかけません。何と言っても、ママ視線能力が問題です。魚雷やミサイルを全弾撃ち尽くした場合の補給ですが、これは、もう浮上するしかありません。潜水艦の潜水艦救難母艦からの洋上補給は、小規模の燃料や食料くらいはできるでしょうが、弾薬は母港に帰らなければなりません。帰る途中で源泉に追いつかれます。弾薬補給は、甲板に専用のハッチがあるのでそこから補給します。前防衛大臣は、国民の命と平和な暮らしを守ると言っていますが、潜水艦の乗員も国民です。日本の防衛のために、日夜任務を遂行している潜水艦乗員を、敵源泉と対等に戦える潜水艦に乗せてあげてもらいたいです。その回答は、源泉のリースです。日本周辺の潜水艦事情、ロシアと中国は、源泉の改良を続けています。2022年7月、ロシア最大の造船会社セブマ酒造船所は、世界最長の潜水艦、ベルゴロドを、ロシア北西部のセベロドビンスク港で、ロシア海軍に引き渡しました。アメリカ国防省長官室は、議会への年次報告書、中華人民共和国をめぐる軍事、安全保障上の展開2021で、中国海軍は、現在、弾道ミサイル原子力潜水艦6隻、攻撃型原子力潜水艦6隻、攻撃型ディーゼル潜水艦 SS46 隻を運用している。
中国海軍は2020年代まで65隻から70隻の潜水艦を維持し、ほぼ1対1の割合で旧式艦をより高性能な艦に置き換えていく。2020年代半ばまでに中国は 093B 型誘導弾攻撃型原子力潜水艦を建造する可能性が高い。この新型の小球は中国海軍の対水上戦能力を強化し、陸上攻撃巡航ミサイルを装備すれば、秘密裏に陸上攻撃を行うオプションを提供することができると分析しています。